皆さんこんにちは。今日は令和4年1月の25日火曜日です。25日、5のつく日はセイコーマートはお得な日ということでね、今日はいつものねセイコーマート橋本さんにやってきました。今日はね、今の時間が2時過ぎなんですけど、すごい混んでるんですよ。ようやくね、今駐車場入れることができました。最近ね、橋本さんすごい混んでるんですよね。やっぱりね、この辺にセイコーマート1軒しかないのと、やっぱりね、皆さんが北の大地の味を求めてやってきてるのではないでしょうか。文次郎くんはね、今日、昨日ね、お話ししましたけども、25日の日にね、ペコマーチャージをするということで、お金をコツ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 貯めてきました。今ね、ペコマカードの中には2万3000円入っていますので、5万円までね、チャージすることができますので、では、じゃあ2万5000円までチャージしましょうということでね。関東地方では、5000円につきね、3% の還元が戻ってきます。ですから今日は2万5000円ですから、750円戻ってきます。その他にね、5000円ごとに一品おまけがもらえます。景品がもらえますのでね、今日は5品ねいただくことになってます。ただね、昨日の動画でも話をしたんですけども、セイコーマートのね全商品がもらえるわけではなくてね、レジに、あります、10品目ぐらいですかね、いろんな、ものがあります。その中からねいただくような形になってますので、文次郎君はね何しようかなと考えています。ではね、セイコーマート橋本さんの方に行ってね、まずは買い物をしてからチャージをしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。今ね、文次郎くんはチャージが終わりました。2万5000円ね、やっぱり入りましたので、景品をね、5点もらえることになりました。でね、文次郎くんは何をもらったかなということで、実はですね、この間スーさんのね、動画の中でエビ揚げ船がね、これがとてもスーさんのね、お家では人気があるということで、まずね、これを2ついただきました。スーさんもね2つ買っていったので、リュックサックにね、たくさん詰めてましたんでね、これを買いました、もらいました。それからね、これからね何があるか分かりません。オミクロン株でね、表に外出がままならない時にということで、こちらのね醤油ヌードルと、それからね小エビ天そば、これをね1個ずつもらいました。あとね、CTK6000 さんが前回のねチャージの時にもらっていましたガラナをねもらいました。今日はね、この5点をね文次郎くんがもらいました。このね5点を文次郎くんがもらいました。あとね、それからちょっと面白いものがありました。鶏もも肉のねガーリックオイル煮ということで、これがねありました。あと、それからね、この間来て、買えなかったんですが、具沢山のね、道産秋鮭のね、石狩汁ということで、これね、ようやく手に入りました。それから今、北海道フェアでね、一押しの、ミルクココア、これもね、買いました。あと今日ね、とんかつ弁当がありましたんでね、とんかつ弁当、ちょっと逆さになっちゃってますけど。あとね、ランチパックのいちごチョコとホワイトチョコのね、何か春らしいものがありましたんでね、それを買いました。で、今日はね、来た時はね、いっぱいお客さんいたんですけど、もうだいぶね、人が減りました。橋本さんもね、波があって結構混んでる時とね、混んでない時があって、今もね、一等コーナーもう半分以上ね、人が埋まってました。
でここにねいらっしゃる方何人かがねイートインコーナーでね物を食べて飲んでるみたいです。ちょっと口が回りません。セイコーマートのね、関東セイコーマートではね、このイートインコーナーなかなか空いてるところが少なくてですね、イートインコーナーがあるにもかかわらずやっぱりねオミクロン株等のね、関係で閉めているところがたくさんあります。橋本さんはね、その中でも14席ぐらいは開けていただいているのでね非常にありがたいです。ではね、今日はこれを買いましたのでこれからねお家に帰ってご飯を食べてまたね明日の行動に移りたいと思います。では皆さんまた次のセイコーマートで会いましょう。